やめて、おたくさん。何があったと思うの？え、ダニエル。何です？あんたのあの犬がアルバートに噛みついたのよ。あの華奢なアルバートの腕にね。耳まで聞こえなくなったわけ？あの薄汚い犬が腕を食いちぎろうとしたのよ。副理事長が今病院へ連れてったけど、病気にでもなったらどうするの？そんなバカなことは。それじゃあ私と一緒に病院へ行ってみる？血の色は見えなくても子供の泣き声ぐらいは聞こえるでしょ。いい加減にしてくれ。私のあの犬はおとなしくて忠実、噛みついたことなんかない。きっと子供の方が先に仕掛けたんだよ。そう、そう思ってるがいい。だけどやったことは事実なのよ。この学校の近くをうろついて私の目に留まったら殺してやるからね。やめろ。そんなことさせるもんか。わかったな。一発の口を聞くのね。もう用はないわ。とっとと出ておいき。さ、早く押し。なんて女だ、この目ぎつね。出てけ。出てくとも、出ていくさ。だがこれだけは覚えておくんだな。目は見えなくても耳は聞こえる。わかるか？え？聞こえるんだよ。聞くことはちゃんと聞いてるんだぞ。わかってるな。外の空気が恋しいよ。こんなとこはこっちから願い下げだ。出てけ。さっさと出てけ。この疫病神。